リクエストにたくさんあったダンキンドーナツの夏の新商品食べたいと思います。まずね、これ韓国のトッポギチェーン店ジョストッポギっていうところとコラボしたトッポギドーナツかわいい。これちょこっと見えてる。そしてこっち夏の商品です。ちなみに買ったのがこれですね。なんかサメのやつとかタコのもありますね。はい、もう早速出します。今回買ったのこちらです。はい、まずこれがね、ピンクのタコチョコプンプンムのチョコ入りドーナツみたいです。でこっちがパンチャクパンチャクチョゲグレイズクリスピードーナツみたいなのの貝型のドーナツです。そしてこれがチェジュノクチャーチュイスティ、チェジュ島の抹茶かな。そして最後これがホングリーホージロ、まあ、サメですねお値段はこっちから1900ウォン、1300ウォン、1700ウォン、1900ウォンで、トッポギのドーナツが4000ウォン、約400円でね。トッポギドーナツ、じゃん、すごい丸い小さいドーナツで、なんかトッポギ、これお餅かな、これめっちゃ美味しそう。なんかね、チーズもたっぷりかかってトッポギソースも見えてますね。うわ、すごい、なんか美味しそうです。いい香りしてる。あー、トッポギっぽい。で今日はサイダーです。いただきます。ちょっとね、甘いの食べたい今気分的に。ジョーズからいこうか。ちょっとジョーズ切りにくい、これ絶対こうか、縦で。あー、顔がうわ、めちゃくちゃになっちゃったけど。わー、中いちごです。いちごジャムっぽい。いただきます。ダンキンドーナツ美味しい。てかこれ上のチョコがめっちゃ分厚い。おいしい。見た目可愛いけどいつも通りですね。うん、いちごちゃんも合う。うん、さすがダンキン、美味しい。これね、なんて言うんだろう、これドーナツのね、この生地がね、ふわっと、でも油染み込みすぎてなくって、結構さっぱりだけど柔らかくってふんわり美味しいこの甘酸っぱいイチゴジャムやっぱ合いますね。なんだろう洗濯機が。美味しい。ジョーズのやつね、なんか下のドーナツはいつも通りのいちごジャム挟んだドーナツなんですけど、上のね、青い部分、板チョコがめちゃくちゃ分厚い若干普通の板チョコ並みに分厚いぐらい、めっちゃ分厚かったです。だから最初ナイフ切りにくかったんだ。ちょっとクマさん残してあげようと思ったけど、今ジョーズ1個食べちゃった抹茶ちょっと半分残してあげるか。クマさん、クマさん、これクマさん用。はい、抹茶ポンデリングですね。ポンデリングはミスドか似たようなやつ。おー、これめっちゃ好きです。抹茶美味しい。でもこれ思ったよりもあっさり抹茶、生地も抹茶です。これトッポギの中のやつ、これポンデリングのこの丸いやつじゃないかな。なんか同じ気がするサイズ的に。ちょっとじゃあこっちトッポギのドーナツ食べてみます。わー、これちょっとお箸でいただこう。うわ、どんなのこれ、すごい、なんかこれこれ、トッポギの中にドーナツ。わー、うん、トッポギだ赤いソース、もうトッポギソースで、これうん、トッグじゃない、なにこれ、あ、なんかかまぼこみたいなやつ、白いかまぼこついてくる。うん、ドーナツがもちもちのやつだ。意外と合う。ドーナツが結構もちもちだからね、トッポギ感が出てるのかな。おいしい、うん、チーズもたっぷりです。うわ、2つ一緒に、雪だるま。
がね、言うほどトッポギっぽくもないけど、ちょっとトマトに近いトッポギソースですね。何気にね、この白いこれキュッキュッキュッキュしたかまぼこ、美味しいです。私これ結構好きですよ。っていうかなんかね、食べれば食べるほどちょっと美味しく感じてくる。でもなんか思ったより量多くないですね。結構この丸いドーナツがね、多分6個ぐらいだったかな。日本でいうポンデリング的なやつのドーナツ1個分かな。でお餅トップも入ってなかったです。次これグレイズで、形は貝ですけどクリスピードーナツみたいなやつですね。これ多分ね、なんか何も入ってないです。クマさん味見する？小さい方でいいかな。味見なんでね。おいしい。しかも何気にこれこうやってここで分けれるから食べやすいかも。ほらバナナみたいに、あのクリスピードーナツの美味しいやつと一緒ですね。もうめちゃくちゃ美味しいですよね。これ何気にシンプルだけど大好きです。周りの砂糖コーティング美味しい。中にチョコが入ってる。多分イカスミをチョコで表現したのかな、タコの中に。違う。じゃん、足も4つだし、少し下にカラースプレーで、これ何気にチョコが、これ食べちゃおうかな。よいしょ。中はね、はい、チョコです。チョコクリームです。うん、最後にチョコ残して正解。おいしい。上の板チョコとダブルチョコですね。今回買ったねドーナツは全部基本的に生地が似たようなやつばっかり。あのポンデリング以外はこの一番ね定番の、もうなんていうんだろう、この生地ですね。体にはチョコないです。やっぱりイカスミだから。おいしい。ジャンキンドーナツほんとあっという間、めちゃくちゃおいしい。今回これすっごいリクエストたくさんもらってたんで、リクエストたくさん送ってくださった視聴者さん、本当にありがとうございました。ね、多分期間限定だと思うんで、食べたい方は早く食べてみてください。私的にはね、タコのやつがやっぱ美味しかった。なんか中のチョコクリームがなんていうんだろう、結構ね濃いやつじゃなくって、なんかちょっとミルクが混ざったようなチョコクリーム、すごい滑らかでまろやかで美味しかったです。でね、何気にこれなんかさらっと食べちゃったけど、結構面白いと思う。私的には悪くなかったですよ。なんかね、ドーナツのトッポギ食べてるのに別にドーナツ感がそんなになかった、違和感がなかった、不思議と。まあよかったら気になる方はぜひ食べてみてください。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。